じゃあな。
いかな。どうした？聞いてほしいことがあるの。ここで？もうすぐ終点でしょ。サクサク行っちゃおうよ。今話したいの。あそこで聞こう。嫌な予感だけは当たるんだよな。私結婚する。やっぱりそう来たっすか。どうしてだ。気変わったのか。スピラのために、エボンのために、そうするのが一番いいと思いました。説明になっていない。もしかしてジスカル様のことが関係してるの？あのスピア見せろ。できません。まずシーモア老師と話さねばなりません。本当に申し訳ないのですが、これは個人的な問題です。水くせえな。好きにしろ。すみません。だが今一度聞く。あ、旅はやめません。ならばよかろう。ちょっと待てよアーロン。旅さえしてればあとはどうでもいいのかよ。その通りだ。真と戦う覚悟さえ捨てなければ何をしようと召喚士の自由だ。それは召喚士の権利だ。覚悟と引き換えのな。でもなんか、ユナ、一個だけ質問がある。シーモア老師と話すだけじゃダメなのか？結婚しねえとまずいってか？わからない。でも覚悟は必要なんだと思う。そうか。ユナ。うるさい。覚悟ばっかりさせてごめんね。いいの、大丈夫。何がごめんねで、何が大丈夫なのか、何が覚悟で、何が権利なのか、よくわからなかった。みんなと考えが離れてしまったような気がして、みんなと離れちゃったら俺はこのスピラで一人だ。自分が一人きりなのを感じるのは辛かった。ともあれ、ひとまずはマカラーネ寺院を目指す。ユーナはシーマーと会い、好きに話し合えばいい。俺たちガードはその結論を待ち、以降の旅の計画を考える。いいな。